本日は本学で学生の自主的な研究等をサポートしています、学生自主企画研究という事業につきまして、概要を前半の部分をさせていただきまして、後半の部分では実際に昨年の研究を取りましたプロジェクトについて報告をしていただくことになっています。じゃあ早速ですが、まず、本学で実施しております学生自主企画研究概要を説明させていただきます。で、この、学生自主企画研究は2007年から実施しておりまして、本年度で、ちょうど6年目を迎えております。で、目的は、書いてありますように学生の自主性、創造性を刺激することにより、勉学意欲の向上を図るということで、これは6年前から同じ目的で実施されています。対象となる、学生につきましては、ここに書いてありますように県立看護大学と統合しておりますので、それ以前の学生も応募できるようということで、愛知県大学の大学生と大学院生、それから旧愛知県大学の看護大学の学生、大学院生と全ての学生に対して文句を開いております。で、ただしこれは個人的な活動等だけでは活動ではなくて、グループの活動に対して、対象としております。で、公募要項にも書いてありますけども、グループ内の学生の所属学年は問わない。 できればいろいろ混在していることが望ましいで、対象者を呼びで募集しております。で、実際のグループ構成につきましては、代表者を含む定期構成員の3名から10名で、それからそれ以外に協力者というのを、構成してもいいというような形にしております。ただし同じ人が正規構成として複数のグループに属することはできないということで、募集をしております。それからあと学生だけではなくて、それぞれにつきましてアドバイザーという形で、必ず教員の推薦を持って応募していただくという形で、いろいろなトラブルとご覧に、されております。で、どんなことをするか、実際とりあえずまず金銭的なことで言いますと、1件あたり最大30万円を減額して、助成金額を渡すということになっています。それから応募できるテーマにつきましては、基本的には自由ですけれども、ただ単に活動だけではなくて、自分たちの関心に応じてテーマを設定して、調査型の研究や提案の研究を企画して応募してほしいということで、それからあと事業での研究とか卒論とかそういったものは行わない、それから過去に採択されたものと同じものはダメだということで、制限をかけて、研究テーマを募集しています。で、この辺の条件につきましては、すべて応募要項に書いて、募集をしております。で、実際、今年度のスケジュールですと、もうすでに今年度も決定しておりますが、大体、5月頃に応募締め切り、応募を締め切りまして、審査は2回しております。第1次審査が書類審査になります。ちょうどちょっと説明します。で、第2次審査が、公開手当という形で、プレゼンテーションをしていただいて、審査をいたします。で、審査結果、大体6月の頭ぐらいに、審査結果ということで、実際の研究活動時間は、6
月から1月の末ぐらいまで、8ヶ月ちょっと足らないぐらいの間の活動について、になります。で、その後、実際に通った企画につきましては、活動していただきますが、そのサポートという点で、スキルアップ講座で、役立ちそうな講座を開催してサポートというようなことを行っています。で、あと、発表会ということで、中間で10月ぐらいに、最終的な研究発表会を1月に発表しまして、最終の研究成果を1月の今年ですと、25日に出していただくというようなスケジュールでお話ししています。ただ、これでいくと実際活動していただく学生が活動するのが8ヶ月ぐらいということですので、今後ちょっと、募集期間とか、研究期間等につきましては、もう少したくさん時間が取れるようということで、会場まで検査して、少し研究をしております。で、具体的にどんな基準で選んでいるかということで、まず、書類審査の段階では、書類だけを見まして、応募要項に書いてあるの条件、2つの条件につきまして審査をします。でどんな基準かといいますと、まず1つ目が研究または地域や社会に貢献する取り組みかどうか、単なる活動ではなくて自主的な問題意識を持って何を明らかにして何を学ぶことをしているかというような点を基準にしまして採用します。でもう一つの基準はそれが実際できるかということで、実行可能性ということで、基準にという、この2つの基準によって書類を審査します。で、審査員は教育研究センターの上海部の皆さんが審査をしまして、最高で5点満点をつけまして、条件を満足している場合には3点以上つけるということで、あとは集計しまして、平均の6点以上。のテーマにつきまして、書類審査するかということで、ヒアリングに進むということになります。で、これは書類審査で、その後取った企画につきましては、ヒアリングということで、それぞれ発表していただきます。で、発表していただいたときの審査基準は、先ほどの条件をもう少し細かく分けるというところに、発表していただきますので、そのプレゼンのことについても評価します。5つでもって評価します。基準1は先ほどの研究者は地域や社会を持っている研究であるかどうかで、2番目が自主的な問題意識を持ってやっているかどうかということを評価する。3番目が研究計画をきちんと立てられているかどうか、それから4番目が予算の使い方と研究計画の関連が適切かどうか、それから5つ目がプレゼンテーションということで、1から4につきましては書類と合わせて審査という形で、この時には各学部長、センター長等が審査に、実際、採点する場合は先ほどの5つの基準4点で採点しまして、それらを順に付けしまして、今回の学校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 センター長がこの結果をもとに採点したものに、上会議の方で、予算の関係もありますので、通過させるかということで決定し、最終的に決定ということになっております。で、実際どれぐらい今まで選んだ応募等があったのかというか、
初年度は活発に28半分ほどが咲くということですが、まあ、その後は大体十数件程度ということで、この辺が増えたりしているということで、まあ、で推移しております。で、トータルのスキルアップとしましては、なるべく役に立つ研究を進める上で、役に立つ講座をということで、過去の実施例としましては、社会調査をする研究とも多いようですので、社会調査というものとか、最初の頃はプレゼンテーションがなかなか皆さん、うまくできなかったということで、プレゼンテーションにもというような講座もやっていたようです。最近は皆さん、上手になってますので、ここ数年はこちらとは開催しております。それで、あと、スキルアップ講座を受けながら、学生の皆さんは、実質的な企画を実施していくということになります。で、途中、中間発表、それから最後に、研究発表会ということで、発表をしています。まあ、途中、中間発表会におきましては、これも公開でやっておりまして、教員、学生を問わず、会場でコメント用紙を配布しまして、各発表グループ宛てにコメントを書いていただいて、それぞれをまとめて、各グループに配布して、中間発表以降の企画の進め方に、参加していただくというようなことをしています。ここでは採点は評価というのはしておりません。で、最終的な、最終研究発表会におきましては、これも公開を行いまして、東京それぞれ参加していただいて、かつ全ての発表を聞いていただいた方につきまして、投票していただきまして、北区の電気で、投票していただいて、ヒアリングで審査していただいた先生方につきましては、配点は2倍というふうに計算していますけれども、それの得票数によりまして、金賞、銀賞ということで、賞を差し上げて、よくやったということで、ご褒美をあげております。で、詳細につきましては、こちらのアドレスの方に、その時の様子と書いてあります。もしご興味があったら参考にしていただければと思います。で、実際昨年度の金賞がこの後発表していただきますけれども、学生の学生による学生のための事業改革の提案で、銀賞が日本中西村学士の研究というようなタイトルの企画が、非常にそれぞれ取っております。で、初めにはありませんが、それ以外の昨年の企画ですと、ここに書いてありますように、第2次コリアンが日本の大学にいることがあるんですが、エコキャンパスとかそういったものから、位置情報と個人情報を聞いた経営の数字、本当に研究に力があるから、ゲームの体に形になっている研究が、非常に多分野にわたって、各学生が活発に活動しているということになります。所属する学部学科も入っています。いろんな学部の中に入っています。参考まで今年も同じように、今年度、採用をしておりますが、これも例年通りいろんな分野にまたいろんな学部学科から来たというような状況で、非常に皆さん活発に、授業以外自主的に活動をしてくれているのではないかと思います。
ね、以上で学生実習企画研究の概要ということで、実際昨年の金賞を取りました企画について、学生さんから発表をしています。皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました国際関係学3年の伊藤愛です。まず最初に去年私たちが実施した研究の内容について、こちらの同じ国際関係学科2年の淡津麻里よりお話しいたします。私たちは昨年度学生自主企画研究、学生の学生による学生のための授業改革に取り組んでまいりました。私たちがこの研究を始めた動機は、大学の在り方を変えるためなどといった大層なものではありませんでした。授業が物足りない、納得できない、だからこの愛知県立大学の授業を変えたい、こうした率直な不満から研究はスタートしました。この研究のおかげで私はなぜ今大学で学んでいるのかを深く考え、自分なりの答えを見つけることができました。研究として何を残せばいいのか、何をすればいいのかと悩み、その答えを求めて何冊もの本を読み、毎晩遅くまで残ってメンバーと議論を重ねました。漠然とした自分の思い、ここでは授業への不満を具体的に研究の結果として形に残す、この目標があったからこそ、それが原動力となって学習も自然と面白いものに感じられました。文献やアンケート調査を行い、 OB、OG や教員、企業の代表、人事部の方などからお話を伺い、その結果を形にしたものが皆さんのお手元にあります、こちらの冊子、県大白書。これは学生に対する意識改革を目的として見やすい形で作成したもので、それからもう一点、こちらの自主企画研究成果レポート、こちらは教員や大学に対して提言をまとめたものです。学生自主企画研究の理念は、自ら課題と目標を立ててその実現のために学習するという、大学本来の学びをまさに身をもって示すもので、愛知県立大学が誇る素晴らしい取り組みの一つであると思っています。ですが、このような取り組みの中にもまだまだ改善の余地は残っている、そういうふうに感じています。何のためにこの研究をしているのか、自分たちの研究には今何が欠けているのか、その問いと徹底的に向き合い問い詰める、そういった姿勢がまだまだ不足しているのではないか、そんなふうに感じています。例えば昨年度、私たちと同じ時期に研究を行っていた他のグループの学生から、研究終了後思ったように進めることができなかったと悔やむ声を伺ったことがあります。それを聞いて私が感じたのは、どうして他の研究グループの学生同士、そして教員ももっと本音で直接アドバイスや批判を行うことがなぜできなかったのだろうかということです。教員も学生もお互いどこか遠慮があって、ダメなものをダメと言えない、厳しい批判やアドバイスができない、そういった甘さがせっかくの成長のチャンスを逃しているのではないか、そんなふうに思いました。本気で心を開いて議論しない限り、良いものは生まれません。学生同士、あるいは学生と教員が共に徹底的に議論することで鍛え上げていく、そういった厳しい中での愛情がもっと必要ではないでしょうか。研究を終えて感じたことは、真の学びは学びたいという自発的な動機から生まれるということです。文科省、大学、それから教員が学生に対してすべきことは、
学生自らが学びたいと学生自らが思えるような動機、きっかけ、またそのきっかけを育てるための環境を作り出すことではないでしょうか。その一方で、そのきっかけをつかめるかどうかは学生自身にかかっているというふうに思います。なぜ今大学で学んでいるのか、この問いに対しこちらの冊子でも紹介しておりますが、私たちは学問的なアプローチ、思考力とコミュニケーション能力を身につけるためという一つの答えを導きました。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ここからは私がこの中教審による審議まとめに対しての考えをお話ししたいと思います。まずこの審議まとめが指摘する、学生の学習時間の不足についてですが、なぜ学生が学習をしないのかという問いに対して最も単純な答えは、学習をしなくても単位が取れるからです。卒業時の自分という明確な目標を持っている学生であれば単位に関係なく学習すると思いますが、何の目標もなく卒業することだけが目的となっている学生は、単位が取れさえすれば学習するわけないんですよ。学生の学習時間を増やしたいのであれば、予習復習しないと理解できない授業、それから理解できていないと単位がもらえないような授業を教員がすればいいんです。今は教員が学生に予習と復習を期待せずに授業を展開して、それに学生も甘んじて学習しなくなり、それから教員はますます簡単な授業しかしなくなる。この悪循環をどこかで断ち切るには、今学習をしない学生に対しては単位を与えないという強い決断を一部の教員だけでなく全ての教員が行わなければならないと思います。ですが、今こうやって地を増すの議論をするよりも、まず先に大学全体で大学の目標を共有しないことには何も始まりません。この一番大切な問題を今日今ここにいる皆さんと一緒に考えていきたいと思います。皆さんにとって大学とはどういう存在で、何のために存在していると思いますか。それから大学が輩出すべき学生とは一体どんな学生でしょうか。学生の皆さんは今何のために大学に来て学んでいるのでしょうか。大学の理念なり目標を大学側が学生側にきちっと示し、それを教員と学生、大学全体で共有する、同じ目標に向かっていくんです。そうすればこんな細かいマニュアルのようなもの本来必要ありません。それから私にはこの中教審による審議まとめが何か一方的に課されている宿題のようなもののような感じがしてなりません。学生はもっと勉強しろと締め付け、教員にはマニュアルを押し付ける、そして文科省自身が外部からの改革の圧力という宿題に苦しんでいるのではないでしょうか。本来大学とはそういった一方的に課される宿題から自由になって、自分が学びたいことを純粋に楽しんで学べれば、そうあってほしいと私は思います。最後になりますが、私たちが今までお話しした内容を主導していくものは、先ほど動画でも出てきたFD だと思います。ですが今のこの義務化された FD、 それに対して、ああまた文科省は宿題を課してきたな、なんか偉い仕事が増えてしまったなと思いの教員も少なからずいらっしゃると思います。ですがそもそも FD とは、こう言われたからやる外発的なものではなくって、自分たちを変えたい、自分たちで大学を変えたい、そういう純粋な気持ちから始まるものだと私は思います。ですので、授業の主体である学生がこの FD 活動に参加する必要性があると強く感じています。学生が FD を行うということは、何も教員に宿題を突きつけるということではありません。これからは
教員と学生が大学について学びについて徹底的に議論して共に大学を作り上げていく時代であると思います。真の大学改革とは文科省が与えるものではなく私たち学生自らの手で生み出していくものでなければならないと思います。皆さんはどう思いでしょうか。この問いかけをもって私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。